妻のインスタを探し出して、その妻に自分の作った裏垢で DM を送りつけた写真を大量にね。不倫解決のコツは笑うこと。こんにちは、不倫解決カウンセラーの川村です。はい、今日もですね、不倫をされている奥様旦那様向けの動画を作っていきたいと思います。今ですね、私の LINE 公式に登録してくださると不倫を解決するための5ステップの動画をプレゼントしておりますので、どうぞこちらの方から私とつながってください。概要欄に貼っておきます。ということで、今日は結婚できなかったメンヘラ不倫女がこうやって復讐するということをお伝えしていきたいと思います。はい、その旦那さんの不倫相手が、まあ、不幸にもメンヘラだった場合っていうのはね、愛する旦那さんの人生がね、本当に終了してしまう可能性が極めて高くなります。はい、で、私もね、その不倫解決カウンセリングの現場にも、本当に今年で11年目なんですけども、これまでね、もう数々のメンヘラ不倫女性の逆襲ということをね、お聞きしてきました。うん、で、ね、そのメンヘラ不倫女性とね、別れたいってなった時に、まあ、これが本当になかなか別れられないんですよ。マジで大変。旦那さんが心をマインドコントロールされて、もうね、こう無気力状態ですよ。もう俺はもう別れられないんだ。俺はもう無理なんだ。俺はもう不幸になっていいんだ、みたいな、いう風になってしまう旦那さんもいるんですね。だから、不倫相手がメンヘラなのかどうかとか、あと自分の旦那さんの不倫相手がね、メンヘラなのかどうかっていうことは、なかなかこう分かりづらいと思うんですけども、旦那さんの顔がだんだん、こう土毛色になってきたり、なんかもうだんだん、痩せてきたりとかいうのになってきたときに、まあやっぱりね、ちょっとメンヘラなんじゃないのかなって、私たち妻も気づいてあげないといけないんじゃないかなと思います。で、そこで今回はですね、まあゴールデンウィーク中の、まあ、世間はね、ファミリームードいっぱいいっぱいでも幸せな休もうぜみたいになってるところだと思うんですけども、だからあえてこのドロドロのメンヘラ不倫女性の逆襲というものをね、お伝えしていこうと思います。まあね、楽しいばかりが人生じゃないんでね。なので、まあ今日の動画をね、最後まで見ることで、まあ今現在不倫夫さん、不倫をしている旦那さんたちは、まあ俺は大丈夫だぜみたいな、なんて思えなくなってほしいなと、うん、なぜなら不倫のリスクをね、知らないと自分の未来のね、描いてるこの未来像っていうのが本当にね、もうグダグダって崩れてしまいますので、今日はちょっと最後までご覧ください。これ実際にあったノンフィクションですから。はい、ということで、結婚できなかったメンヘラ不倫女性がこうやって復讐をするということを3つお伝えしていきたいと思います。まず1つ目なんですけども、これね、結構言いますよ。これ特に社内恋愛とか、近しい関係性がある、その女性とやった場合っていうのはこういうことを言われます。私、レイプされて、断れなかったんですって言います。はい。まあね、これをね、言ってた、不倫女性の人って、まあね、大体まあ、近しい間柄ですよ。同じ年ぐらいですかね。うん、で、まあ大体ね、この3年に及ぶ不倫関係だったんで、その方はね、3年に及ぶ不倫関係で、その出張のためにビジネスホテルの部屋で何度もセックスをしてたそうなんですね。うん。で、まあ何度もセックスしてるんだったら、レイプじゃないっちゅうねんと思いませんか？私は思うわけですよ。ビジネスホテルですから、まあラブホテルだったら無理やり連れ込まれてっていうのがあるかもしれないけど、ビジネスホテルって、まあ基本的に、まあ一人、まあシングル、まあなかなかこうツインでは取らないと思うんですね。だって自分が会社の出張に行ってるわけですから、ツインで取らないわけじゃないですか。じゃあシングル取ってるのに、わざわざ部屋に行ってるわけですよね。行ってるのにも関わらず、なんかレイプされたっていう、そのアホなね、不倫女性がいました。で、その不倫女性が言ってたんですけども、その男性が自分にとって初めての男性だったから、そのセックスをされるなんて思わなかったそうなんです、一番最初の関係の時にね。うん、で、その部屋に行って、その、セックスをさせられて、断れないと。もうなんか、これをやめると、なんかちょっと、まあ次2番目でも言いますけども、なんか変なこと言われるんじゃないかというふうな恐怖で、まあ何回もレイプって言うんですけども、まあ3年も続けてたらレイプなんてありえるわけないんですよ。ね、本当に。で、これ結構、
あの若い女の子の間でも結構こういうことを、言ったりとかしてますよね。なんか彼氏がなんかひどい振られ方を やったんかなんか知らないですよ。でもね、付き合ったのはお互いの了承で付き合ってるわけなんだけども、私はレイプされたっていう風になんかいろんなね裏工作をして、いろんな方にこう DM を送り、まあ、インスタの DM を送りまくったりとかしてね、まあやばいメンヘラ女がいました。私は知ってますけどね、まあここでは言わないですけどね、うん、でまあ後からね、そのまあ LINE とかインスタの DM とかその送りつけたっていうのは誰の入れ知恵かって言ったら、その人のお姉さんの入れ知恵だったらしいんですよね。だから家族揃ってメンヘラなんじゃないですかとか私は思います。はい、ということで2番目はパワハラされて怖くて断れなかったっていうことなんですけども、まあこれね、さっきも言いましたけど、その会社の上司だったから、なんか断ったらクビになると思ったらしいんですよ、うん、その会社の上司のそのまた上司だから、部長だったらそのまた上だから、なんだ部長の次次長かな、なんかその人になんか自分がまあその男性からね、パワハラを受けて、そういう体の関係を無理やりされたと。本当じゃないんだけども、会社の、非常階段で無理やり犯されたとかね、なんか二人きりでそのエレベーターに乗ると、なんかキスをされたとか、胸を触られたとかね、嘘ばっかりを、その上司の上司に伝えてたっていうこともあるんですよね。まあ、結果的にその、不倫男の人っていうのは、まあ、家族にもバレて、まあ、そのメンヘラ不倫女の思うツボですよね、うん、会社にもバレて、その男性だけが遠くに飛ばされたっていうことがありました。まあ、遠くに飛ばされただけだったらいいんだけども、この何もね、その悪いことをしてない私たち妻であったりとか、子供たちに迷惑かけることっていうと、その子供たちとその旦那さんが会えなくなる、これまた一つの迷惑ですよね。そしてその旦那さんの、お給料がね減給になったりとかっていうこともあるんですよね。だから本当に不倫女性がね、そのメンヘラな場合っていうのは、もう私がこういう不幸な感じになるんだったら、あの人も地の底まで落としてやるみたいな、そういう思考なんですよ。やばいですよね、メンヘラ女性ってね。はい、次です。3つ目はツイッターでタグ付きで拡散されて会社をクビにしたということなんですね。これもありましたね。あの、私もやってますけど、まあ、ツイッターやってますので、概要欄から登録してくださいね。今のその SNS、いろんな SNS があるかと思うんですが、まあ、Facebook であったりとか、インスタ、ツイッター、TikTok とか YouTube もありますけど、まあ、ツイッターがダントツ、なんだ、その拡散力ってあるんですよね。で、拡散力がある、あるんだけども、そのツイッターにハッシュタグ付きで拡散をして炎上させたってことがありました。うん、これもね、怖いですよね。だからそのハッシュタグっていうのが、その男性、不倫男性に、まあ、仕事にね、関わるような、その男性がハッシュタグをつけてる、その男性のツイッターのね、ハッシュタグをつけてるハッシュタグを真似してつけたりとか、この人はこういう人間なんだということで、ハッシュタグをつけてバンバン拡散をしたっていうことがありました。うん、で、まあこのね、まあツイッターではないんだけど、妻のインスタを探し出して、その妻に自分の作った裏垢で DM を送りつけた写真を大量にね、うん、っていうこともありました。うん、まあツイッター関係はね、いろいろあるんですよ。その不倫をした男の人の、関係者のいろんないいねとかね、リツイートとかしてるものを探し出して、全部に拡散していったっていうこともあったんですね。で、昔のね、昭和の不倫だったらそういうことってあんまりなかったと思うんですけども、もう今のこの情報社会の世の中ではね、もうどうやって復讐されるかって、まあ大概ツイッターとか、その SNS でだいたい復讐されたりとかするわけなんですね。だからその復讐されるような、この関係性をね、作ってることがまずいけないんだけども、でもそういう関係になったんだったら、大人の関係になったんだったら、その女が、メンヘラなのかそうじゃないのかっていうことをちゃんと見極めて、メンヘラ女性だったらもう本当に
本当に早くもうね切った方がいいです。もうマジでやばいですから。でもこれ妻側もメンヘラだっていうことも時々あるんですよね。まあね、まあ現在進行形でね、その不倫をしてる夫さんたちが、あの自分のことは関係ないよ、俺はうまくやってるし、あいつはそんなやつじゃねえよと、まあ皆さんおっしゃるんですけど、そんなやつじゃねえっていうやつがそんなやつなんですよ。もう本当にそうなんですよ。なのでまあ今現在進行形でね、あの不倫をしてる旦那さんたちは本当に明日は我が身だと思ってください。本当に怖いですから。まあ不倫女性というものは今がメンヘラじゃなくても、あの長く不倫をしててね、自分が結婚できないとなる、さっきも言いましたけど、結婚できないとなると自分だけが不幸になるのが嫌でメンヘラ化して、まあ、いろんなところに攻撃しまくってしまうっていう不倫女性も本当に少なくないので、まあ本当にね、そういうご相談ばっかり受けるので、だから私こうやって発信しているわけなんですよね。まあとは言ってもね、私たち妻も、旦那さんがね、どういう女性と不倫をしているのかっていうことを、まあ分かった方が私はいいかなと思うんですよ。まあもちろんそのね、あのトラウマになったりとかするのはあんまり良くないですけども、その戦い方がやっぱり違いますので、その不倫女性との戦い方であったり、まあ旦那さんとの戦い方ですね。不倫を片付けるためにやっぱ私たちも妻も強くならないといけないので、そういうことがわからないなっていう方はこちらの LINE 公式に登録してくださると不倫を解決するための5ステップの動画をプレゼントしておりますので、あと不倫年表もありますので、そちらから、皆さん私とつながって、概要欄からつながってくださいね。はい、ということでいかがでしたか。今ねこの動画を、ね、このねのんびりとしたこのゴールデンウィーク、今日も天気いいですよ本当にね。こういう時に、まあこういうね、ドロドロした動画を見たくないと思うんですけども、こういう時だからこそリスクを考えてほしいなと思います。はい、ということで、今日の動画を見て、こんなメンヘラがいたよ、怖かったよとかいうのがあれば、その、まあ、ストーリーですね。ストーリーというものをコメント欄に書き込んでみてください。それを見て、ね、あの、まだ不倫未遂の人とか、不倫をしてる人とかに、まあちょっとね、まあ、あの未来のリスクマネジメントができるんじゃないかなと思います。はい、ということで今日の動画が良かったなと思ったらグッドボタン、そして川村横さんのチャンネルをまた見たいなと思ったら、チャンネル登録とベル通知をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。それではまた。